転校生、ここはどこだ。え、拙者は眠っていたのか、それとも魔物の襲撃が。学園にいたはずだが、一体。うわ、そこに直れ、怪しい者ども。さては姫殿をさらうくせ者だな。拙者が相手だ。わっ、あ、なんだと。ではここは裏世界なのか。ならばあれは幼い頃の拙者、長谷倉瞳子。うん、何故拙者の名前を知っている。いよいよもって怪しい。名を名乗れ。な、名前を知っているのは当たり前だ。拙者は長谷倉と。転校生、ここは名乗ってよいものなのか。過去他の生徒はどうしていた。どうした。は、長谷倉の、ミユだ。長谷倉、ミユ。そんなわけがあるか。ミユは拙者と共に姫殿をお守りしているのだ。そんな偶然があるか。だよな。しまった、まずい名前を使ってしまった。さてどうする。ん？転校生、一つ聞くが、あの娘は拙者なのだよな。寿司切り文次郎、お主あれを知っているのか。さよう、あの名作ならば知っていて当然と言える。名作。ミユも姫殿も興味を持たなかったが、名作だよな。どうにかしてあの素晴らしさを教えたいんだが。あまり好みを押し付けてはいかんぞ。自分が好きであれば良いのだ。おお、それは資源というものか。うん、いい言葉だ。ふん、覚えておくといい。よし、転校生、なんとか興味を引き警戒を解くことに成功したぞ。あとは籠絡し他の生徒を探せば良いのだ。うん、どうやらお主ら悪者ではないな。では拙者が招待しよう。姫殿に会うといい。な、何？いや、それは幼い頃の姫殿だと。うん、いや、しかしそれは。どうした、拙者の行為を受け取れないというのか。そういうわけではないのだが。ならば来い。ぜひとも姫殿に会ってくれ。転校生、これはどうすればいいのだ。さあ来い、一番の茶を出してやろう。さあさあさあ。こうなれば毒を食らわば皿までよ。転校生、行くぞ。可愛らしい姫殿を見に。